手段を選ばずに正義を行使するスノーをバットマンは陰で助けていた。あの刑務所の爆破もその一つだ。バットマンは羊のアルフレッドに頼み、大金を使って刑務所の周りに妨害電波を発信する車を数百台設置。爆弾の起動通信をシャットアウトしていたのだ。結果、囚人たちは無傷で助かった。そんなことはつゆとも知らないスノーは、自らの正義を信じ、ピノキオを追う。そしてとうとう、閉園になった遊園地跡で彼を見つけ、退治した。彼女の正義には欠陥がある。彼女を止めなければ。町に俺様のそっくりさんが出ているらしいな。笑えるぜ。ピノキオ、貴様は悪だ。悪は滅ぼさねばならない。僕という悪がいるからあなたは存在できる。その自覚はありますか、スノーさん。私の相手じゃなかったみたい。ウェイン邸の地下洞窟でバットマンは予備のバットスーツを着込んだ。まだ怪我は治りきっていない。だがバットスノーを止めるのは自分だとバットマンは決意していた。闇に紛れてバットマンがバットモービルで走り出す。同時刻、俺様のそっくりさんか。面白そうな匂いだぜ。ハーレーとキャットウーマンの手を借りてジョーカーがアーカムアサイラムを脱走した。彼の笑い声がゴッサムシティに反響する。